移動するなら少しでも快適に、楽しく移動したいもの。というわけでこんにちは。ここは水戸駅です。この前置きってことは、今日は水戸から特急にでも乗るのかな？残念、特急には乗りません。14時30分発のお笑い鹿島線、鹿島神宮駅に乗ります。どうせなら快適な座席を積んでいる特急に乗りたかったが、じゃあもし、普通列車が特急に負けないほど優れた座席を持っていたら、どうです？それはちょっと気になるかな。もしかしたら、あのお笑い鹿島線6線系なら、かなり快適な座席が備わっているかも。これで8線系が来てたらこの下りできませんでしたよ。要はこいつに快適な座席があるんだな。なんでわかったんですか？わかるだろ。まあまあ。とにかく入線してきましたし、乗り込みますよ。注意深い観察なんていらないくらいボロボロの6線系。汚れているを通り越して、なんか痛々しさを感じるなぁ。遠目で見てもわかるくらいボロボロじゃないか。同じく冤罪に悩まされている暴走209とはまた別のベクトルでボロボロですね。大洗鹿島線は開業35周年を迎えました。この6線系は、その大洗鹿島線開業時に合わせて製造された車両です。ああ、だからこんなにボロボロ。恐ろしさしかない方向幕だな。ここには生きたもの大洗鹿島線の思い出が詰まっております。と、聞こえのいいことを言っておきます。お待たせしました。乗車タイムです。一体どれだけ快適な座席なのかな？見てくださいよ。この2ドア転換クロスシートを。最高。まあ、端っこがボックスシートなのはしょうがないですが。それはさながら特急車両。2列2列の快適な座席が並びます。贅沢な仕様だ。地方私鉄では転換クロスシートって珍しいですよね。ドア周りは乗降のスムーズさの重視のためか、ロングシートになってます。なんかスカスカそうだな。205系ほどではないですが沈みます。でもヘタリも否めない気はします。やっぱ天黒があるなら天黒の方がいつものごとくトイレコーナー行きます。ただならぬ重厚感を感じるんだが、堅牢な扉の先には、和式トイレがありました。なんか510系のそれみたいですね。ペダルを押して水を流すタイプっぽいね。今は用がないので閉めます。まあだそれか。しょうがない系ボックス席は313系0番台にもありますね。でもなんだかんだ快適そうだな。座席の深さは特に変わりませんからね。座席といい外見といい、そこかしこに古さを感じます。この扇風機も最近変変見かけないもんね。なんとなく東急8500系を思い出します。速度計もアナログです。最近はデジタルになっているんですけどね。ここら辺も古いな。一体いつ作られた車両なんだ？この6017編成は平成4年ですね。日本車両による製造です。昭和60年に数編成作られたはずなので、おそらくだいぶ後期の編成ですかね。そうは言ったってだいたい30年は経ってるもんな。ですね。まだ209系すらデビューしてません。とまあ設備的には古いのですが、車内はやはり快適です。関東ではなかなかできないガッチャンコです。ガッチャンコするの、楽しいね。関東でガッチャンコができるのはなかなか新鮮です。これですよ、これ。今回は終点の鹿島神宮駅まで乗ります。このふっかふかな座席に乗って終点までレッツゴーだね。足が伸ばせないのはちょっと目をつぶっておいて。走るという、早速地方施設として楽しい一面を見せてくれています。
ところで E501 系の動画でも述べたように、水戸駅周辺は栄えているのですが、ちょっと話しているうちに閑散としてきたな。なんかだいぶ地方視的感が増してきた気はしますが、依然として降格感です。ね、これ水戸らしてるもんね。水戸を出て最初の停車駅である東水戸で早速行き違いです。あれは違う車両？いや、同じ6線系ですね。ラッピングは施されていますが、なかなか賑やかな鉄道会社だな。この辺は1時間に2本ほどやってきます。というわけで、単線です。でも朝の時間はまあまあ来るんじゃない？最大1時間に3本ですし、半分くらいは大洗止まりですし、ここまでは、って感じです。そういうわけで、水戸とか鹿島神宮の直行便に乗ろうとする際には要注意です。話が逸れちゃいましたが、朝夕にはある程度本数はありますが、昼間はそこまで本数がない。というのが大洗鹿島線です。要はのどかってことか。そうです。水戸から大洗だったら本数的にもアクセス的にも気楽に乗れるのでおすすめです。水戸なら東京から特急で1本だもんな。さて、降格感はどこまでも続きます。いくら望遠しても追い切れないくらいだね。どこまで続くのやら、ちょっと気になるところです。そろそろ車内の紹介に移りましょうか。お、網棚は網じゃないんだな。なんというか、平成らしいですね。秋風は網網、平成はタイプ、平成後期から令和は透明な板、って印象です。帽子掛け？コート掛け？もある。全てにあるわけでもありませんし、今どのくらい使われてるかもわかりませんが、備わっています。走行しているうちに列車は大洗に到着。大勢の方が降りていきました。需要的なものがよくわかります。やっぱり観光需要かな。基本は他路線と変わらず、平日は通勤通学、休日は観光といった雰囲気でしょうかね。あ、ガルパンのイベントが行われるときは首都圏の路線並みに混むみたいです。ガルパン？大洗を舞台とした TV アニメです。かなりの人気を博しており、この大洗鹿島線でも、詳しい話はもう少し後になったらしますね。はい。それにしてもだいぶ空いたな。これには大洗の乗降客数が多いからというのもありますが、おそらく、この駅で17分ほど止まるからっていうのもあると思います。なんか、ここ以外20分以上停車する途中駅はないので、大洗の大事さが伝わるような、伝わらないような。ところで、この大洗鹿島線6線系は嗅覚にも訴えてきてくれます。要するに、ディーゼルの香りがするってことです。このディーゼルの香りを嗅ぐと、なんだか遠くに来た気分になれるからいいもんだな。本日は時は時パスを使っています。3月28日って仕事遅すぎないか、取りだめしすぎちゃいました。まあとにかくとして、大洗鹿島線はちゃんと全線時は時パスの範囲内です。ただ、適用区間が伊丹までなので、伊丹から東京方面へスムーズに出る際には、前もって切符を買っておいた方が良さそうだね。列車は大洗の次の駅に到着。まだ高架なんだね。いい眺めが続くな。いい雰囲気です。ここ何駅でしたっけ？む、でした。む、だね。む、だったな。ひぬまでした。あ、これこれ、ガールズ&パンサーのラッピングが施されている車両がいるんですよ。いわゆる板車か、否定はしませんけど。ま、ちゃんと平日に電車が走っているってことだね。現実には機動車ですが、だいたいそんな感じです。昨年度は11月に予定されていた大洗アンコウ祭が中止。大洗鹿島線にとって結構重要なイベントですが、今年はどうなることか。話は全く変わりますが、ここって歴史とかが反映されますよね。落書きされちゃってる。なんとなく民度とかがわかるな。こういう非生産的な落書き、なんとも言えない風情がありますね。現在、太陽駅のあたりです。やっぱりスカスカだね。ここら辺はそこまでの需要がないからしょうがないのかもしれません。大洗より南である程度の需要があるのは新鉾田くらいだからっていうのもあるかもです。なんか JR 東海を思い出しました。わかるようなわからないような。さて、この車両の魅力は転換クロスシートだけではありません。え、転換クロスシート以外に何かあるの？鉄道ファンなら楽しめる。これです。このスペースはもしや、後面展望です。
こんな風に自然に溢れた車窓を、ガラス本の一枚越しに満喫することができます。こういうの、なんだかアドベンチャー感があるな。ここで光年展望しててとても楽しいのがですね、ディーゼルの香りが嗅覚を刺激してくれているんですよ。音も、すごいもんね。五感で感じる光年展望、ってわけか。そうです。五感で感じる光年展望です。味覚、まあ、五感ってことにしましょう。こうして見ると迫力があるな。鹿島王の発車、次の駅は長井です。長井って、距離が？長井のは距離ではなく、はい、皆さんご一緒に、せーの、長者が浜原大臣は何もせんない。なんか二人とも微妙に触れてません。まあ、とにかく長いです。ひらがなにすると22文字。現状日本一長い駅名は2020年3月に改名した当時に立命館大学衣笠キャンパス前ですが、長者が浜塩西浜那須公園前の表記13時より22時とかなり長いです。こういう生産的な駅名表にもちょこんと書かれてるね。東って書かれているのは、かつて南阿蘇水の生まれる里白水高原と同じ読みの長さだから、という理由だからだと思われます。今も東日本だけで考えると読みは最も長いですが。さて、高野台を出発して次はいよいよ終点の鹿島神宮ですが。あれ、この駅なかったことにされてない？はい、なかったことにされてます。それって、ダメなんじゃないのか？いや、臨時駅なのでオッケーです。臨時って、いつ営業されるの？近くの鹿島サッカースタジアムで試合が行われた時にのみ営業されます。走行しているうちに通過しますね。なんもない駅が。臨時駅だからしょうがないのかもしれないな。ところでよく見ると間隔は JR です。これまでは209系がここに乗り入れることもありましたが、最近新しい車両が入ったから、その時はどうなるんだろうね。そういうわけで、もう間もなく鹿島神宮に到着。やはり音がいいな。これぞ五感で感じるお笑い鹿島線です。味覚はまあ、スペシャル日の丸弁当とか食べればいい思い出になるんじゃないかと思います。終点の鹿島神宮に到着しました。いろいろな楽しみ方がある車両だったな。この車両に対し、8000系というロングシートトイレなしという後輩車両が登場。静岡地区の211系を連想させる車両ですが、混雑に強いので期待です。というわけで、今回はここまでです。いやあ、またね。また次の動画も見てもらえると嬉しい。余談いきます。2021年3月の鹿島線 E131 系導入で、天黒からの E131 系というコンボが決められるようになりました。鹿島線はちょっと E131 系を体験するにはちょうどいい路線調だと思ってます。すみません、余談はそれだけです。一度で二度美味しいルートですので、気が向いたら試してみてください。それでは、今度こそご視聴ありがとうございました。